皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ガノンドルフはザントを利用して光の世界に蘇ったんだ。これでハイラル城を追う結界の正体が分かったぞ。奴はきっとハイラル城にいる。ゼルダ姫が危ない。光の世界に戻ってハイラル城に急ごう。はい、というわけで、ゼルダの伝説トワイライトプリンセス実況プレイのパート58。ついに戦王ザントを倒しまして、これで世界が平和になったかと思ったのですが、時のオカリナのラスボス、ガノンドルフがおそらく復活を果たしているだろうということで、おそらくこのね、ゲームのラスボスも、ガノンドルフ。というわけで、そいつをね、まあ、倒しに、これから行きたいんだけども、ついにまあ最終決戦なんだけども、取り逃してたハートのかけらが1個あるので、先にそれを回収しに行こうかなと思います。どこ取ってないかなと思ってね、ずーっとこう考えてたらですね、かなりこう序盤の方で、前回ね、近くまで行ったにもかかわらず、回収し忘れてた場所が1個ありまして、そこ行こうと思います。本当はね、もっともっと早い段階で、回収できたはず、具体的に言うと、ブーメラン取ったあたりでも回収できるはずなのに忘れてたんですよね。全然気づかなかった。かかりこ郷。まさかここのを取り忘れているとは思わなかった。こっちですね。では元に戻ってと。大切にまだない。えい、あら。倒れねえのかよ。そこだ。前回ね、このクローショット使って、そこの宝箱を取りに行ったのに、ここにあるやつ、ね、ブーメランで取れたのに取り忘れてた。はい。さあ、これで、ハートが20個すべて揃いました。いやー、これで一応最強の状態になりましたよ。でですね、もう本当は、砲集めもしたいんですけども、ちょっと今回はそれはね、やらないことにしようかなと思います。とてつもないんでね。ゴースト、ポーフィー集めも頑張れば、お金がね、常にこう、マックスの状態保てるっていうことで、まあ、いつでもこう、補充ができるっていうことで、お金の心配というかね、マジックアーマーがいっぱいこう、使えるようになるんだなっていうところなんだけども、まあ、そのくらいっちゃそのくらいなんだよね。正直言ってここまでね、マジックアーマー全然使ってないし、ね、マジックアーマーかっこいいんだけどね。せっかくだから最終戦くらいは使おうかな。さっと。一応買い物したいな。夜だと店やってないか、やっぱり。ん？やってんのか？
24時間営業？あ、やってるっぽいな。助かるわ。相変わらずなんだこの謎のテンションは。いや、いっぱい買おう。とにかく安い。いやー、10本で5ルピーってさ、2本で1ルピーですよ。安すぎるでしょ。オッケーオッケー。いいよ、もうこれからね、ほんと最終決戦だから、もうとことん準備していきますよ。よし、どうでしょう。よし、そしたら行くか。あ、やられじょう。ゼルダを救いに。まだ力をコントロールできてないのか？でけえ。さあ、ついにアイラル城。押してためなら引いてみな。あれ。ふっ。え？どっち？こっちか。結局押すんだった。アイラル城。さすが、モンスターもいっぱいだ。あ、一個開けとけばよかった。その理由は、後ほどね。とりあえず、城の北西の、北東の方から進んでいこうと思います。お。何？よいしょ。お。お。おい。たわいもないな。一発もらったけど。
攻撃種がいるのか。来な。いて。おい。おい。こんなもんか。よし、いや。いて。こいつら。ほい。よし。イノシシがいる。あれ利用できないかな。さて、お、うーん、あー、なるほどね。よいしょ。よし、大丈夫か。無事か。ほら。まっすぐ走れね。いてー、畜生。なめんなよ。あ、しゃ。来て。やるじゃねえか。ヤグラって壊せるのかな。ヤグラも壊せる。お。風車。あるぞ。よしよしよし。リンク、あの壁の向こう側も気にならないか。もしかしたら入り口があるかもしれない。ちょっと調べてみないか。壁の向こう側？壁の向こう側？ああ、そういうことか。でもちょっと待って、ここと、どこか。よし、入れた。バッカラッバコ。ダンジョンマップ。はしごあるじゃない。この先に何かアイテム、まだコンパスがないからね、アイテムの配置がわからないんだよね。あ、でも宝箱見っけ。ハンコ、ゼルダ。
泣いてるセルダだ。よいしょ。では、え、よいしょ。まあ、ちょっと戻っちゃった。さてと、まさか。さすが墓だな。こんなアンデッドモンスターが襲ってくるなんて。お、お前らか。お前らはね。これだ。よし。お前もか。間違った。よし。呪われし剣士、神木の前にて眠らん。神木の前にて眠らん。これかな？ここは、岩か。じゃ、爆弾だね。よいしょ。いらん。お！スイッチ出てきた。宝箱。おっ、100ルピー、ありがたい。間違えた。20ルピー、1ルピーで、これは？あー、カンテラか。ほい。お。ん？あー、仕事か。お、お、来てる来てる来てる。相手になってやる。ほら、俺まだ完全に消えてねえな。消しとびな。起きてた。えい。あだね。
よいしょ。ほら。えい。よし。で、亡霊見先に扉開く。コピーロットかな。ほい。これをどこに連れてけて。どこだ。ここら辺かな？あ、くぼみがあるもんな。ここっぽい。じゃあもう一個。よし。と、これでここが。よっ。お、よいしょ。あ、宝ゲット。鍵ゲット。手に入れるべきものは手に入ったんだ。さあ正面の扉から城の中に入ろう。オッケー。ここから来たんだっけ。ここからだっけか。あれ、よし。で、正面の扉からもう中に入ることもできるし、まあ、全部集めるっていうか、まあ、宝全部回収するためにはね、鍵全部集めなきゃならないんだけども、ただ進む分には別に鍵、確か2つでいいんだよね。ほら！起きろ。起きろって。まあ、でも、せっかくだからね、ちゃんと探索していこう。お金欲しいの。おお。これ、ハンマーじゃどうにもなんないかな。ダメか。やはりさすがのハンマーも野生の力にはかなわんか。痛い。はい、さよなら。よし。では今回はここまでにして、次回はこの城の庭の西側を探索してみたいと思います。では。
ゼルダの伝説とワイルドプリンセス実況プレイパート58、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。